中は首を伸ばし、鍛える箇所以外はなるべく常に浮かせた状態で、大きく自転車を漕ぐように足を最後までできたご自分をたくさん止めてあげてください。おはようございます。ポジティブマインドの作り方ラジオの春菜です。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、準備できました。今日は昔トゥモローランドで買った赤の半袖のトップスと、下はセオリーのセットアップのです。これでジャケットを背負っていきたいと思います。ちなみにアップルウォッチのバンドはシルバーのチェーンバンドです。はい、ということで本日も行ってまいります。月曜日頑張りましょう。おはようございます。今日も一番乗りです。まだ人が来てないうちに一気に仕事をやっつけたいと思います。頑張るぞ。にないかなって思う方も多いんだろうなと思うんですけど、これから新卒とか採用していったりするとすごく輝いていくこう資質だなと思いますので、はい、1時になったのでこれから打ち合わせ、今日はウェブ1件2件やって最後ご来社、大事なお客様のご来社があるので、そんな感じの1日になりそうです。あ、お世話になります。ご無沙汰しております。次の打ち合わせまで1時間時間ができたので、今日はしっかりランチの時間を取れそうです。どこ行こうかな。いけてます。さすが、見てくれたんですね。まだ仕事をしないといけないので、ノンアルで夜ご飯だけサクッと食べます。わー、鴨南蛮そばです。こっちはザクそばです。美味しそう。うわ、そばが綺麗。
しました。マジで仕事しようと思ったんですけど眠たすぎてちょっとやばいのでお風呂に入って寝ようかな。お風呂入ってきました。これやばい、やけど跡残っちゃいそう。今日はもうスキンケアをして寝ようと思います。もう無理、明日頑張って早起きしてちょっと終わってない作業を終わらそうかなと思います。1時ということでもう寝ます。お気に入りなのはこの無印のフレグランスミストおやすみブレンドなんですけど、これを適当にシュッシュッてして寝るとよく眠れる気がするので最近使ってます。今月がキャリアを考える月間ということで、前回もですね、新しい会社で働くあなたへというテーマでお話しさせていただいたんですけど、準備できました。今日はユニクロのトップスで、下はこれセオリー の, あの新作でライムイエローのパンツなんですけど、すごいちょっとパツパツ感あるけど形も綺麗だし色も可愛くてめっちゃ気に入ってます。これで足はロックポートのヒールです。これで今日は午前中はご来社で、午後には訪問もあったりしてリアルなお客様と会う機会が多いので、この黒のジャケットも羽織っていきたいなと思います。それでは楽しんでいきましょう。火曜日行ってきます。いい天気です。いい天気。また登場した。渡らない、渡らないと。渡らないんだ。こっちか。すごい天気、空が青い。よし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 、ここからウェブ会議です。頑張ります。あ、お世話になります。誰もオフィスにいなくなってました。8時なんですけど、今日は夜ジムに行くので、はい、そろそろ準備していきたいなと思います。お腹減った。なんかおにぎりとか軽く食べようかなと悩み中です。お疲れ様でした。いきなりシーンが飛びましてすみません。もうジム終わって帰ってきてちょっとだけと思ってまた横になったら見事に寝落ちしてしまいまして、現在2時25分、今シャワー浴びたので3時までにはもう一度眠りにつきたいなと思います。
おはようございます。ポジティブマインドの作り方ラジオの春菜です。本日はですね、ストレングスファインダーの34個の資質っていうのが4つの分類っていうのに、今日のというか最近の朝ごはんはこのトマトジュースだけなんですよね最近。はい、朝この私食生活今年は何とかしたいって思いながら全然改善できてないので、何とかしていきたいなと思っております。はい、今日はこちらお気に入りのアダムエロペのレモンイエローの半袖と、下もアダムエロペで買ったスカートです。形が綺麗でお気に入りです。でこちらはセオリーの白のジャケットを羽織っていこうかなと思います。靴もね、これアダムエロペの、今日はノーヒールでローファーで行こうと思います。今日はですね、終日本当に打ち合わせ三昧っていう感じで、夜5時からフットサル研修になるので頑張ります。行ってきます。お世話になります。よろしくお願いします。大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。頭、左。青。帰宅しました。かわか、はい、フットサルをしてビールと美味しいご飯を食べて、めっちゃ今幸せな気分です。ということで、またこのまま寝落ちしてしまいそうなので、もう先にお風呂をしてる間に化粧を落としてパジャマ着替えて、いつでも寝れる状態にしようと思います。もう今日は絶対仕事はしない、もう絶対無理ということで、おやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。ちょっと今日は朝バタバタしすぎて全然撮影ができてなかったんですけど、今日はちょっと早めの打ち合わせからスタートなので、今あとちょうど8時ぐらいなんですけど、これから会社に向かいます。今日は全身がユニクロですね。多分これ1000円ぐらいの白のトップスと、下はこれなんて言うんでしたっけ、形これ綺麗で気に入ってるんですけど、なんとかジーンズの黒調べてテロップ入れてもらおう今日は朝はちょっとある雑誌の方での取材がありまして、でお客様の打ち合わせがあって、あと午後はですね、ちょっとブランディング関係のもう社内打ち合わせ缶詰っていう感じなので、今日も頑張っていきたいと思います。マジで顔がむくみすぎてて二重も消え去っててちょっとやばいんですけど、今日も頑張っていきたいと思います。行ってきます。はい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 、なるほど、わかりました。はい、そうですよね。よろしくお願いいたします。お願いします。
今日は豚カルビ定食です。スピードランチいただきます。10分くらいで食べないとやばい。打ち合わせ終了しました。1時からもうすぐ6時なんですけど、休憩1回だけ、5時間で休憩1回だけ、缶詰でちょっとブランディングのことなどを考えておりました。ということで残り死ぬ気で仕事します。お疲れ。ということで帰宅いたしました。もう連日のね外食でめっちゃお腹痛いんですけど、胃が痛い。明日は愛媛への出張なんですけど、朝6時過ぎには家出ないといけないっていうのもあるので、今日も早く寝ようと思いますって言ってももう11時。今週はちょっと夜の予定が多くてなかなかちょっと体がやばい感じですけど、あと土曜日まで私は仕事があるので頑張ろうと思います。ということでおやすみなさい。おはようございます。はい、今朝6時なんですけど、ちょっとすでに車内におりまして、今伊丹空港に向かっております。今日は愛媛への出張なので、ちょっと朝めっちゃギリギリに起きてバタバタすぎて撮影できなかったんですけど、はい、今空港に向かっているところです。頑張ります。それで朝ごはんです。はい、ということで今日も一日お仕事頑張ります。行ってきます。一旦ホテルに到着しました。今日のホテルすごいね、安かったんですけど、めっちゃいい部屋、めっちゃいい部屋っていうかベッド大きいし、イエーイ、めっちゃいい感じ。はい、ということでとりあえず一瞬休憩してお客様とちょっと食事に松山市の夜に楽しみに行きたいなと思います。いっぱい見たんですけど気になる。パクチー餃子、おいしそう。じゃーん、わー、美味しそうすぎる。ホテルに戻ってまいりました。疲れた。ちょっと連日の食べ過ぎとあとちょっと飲み過ぎで、そろそろマジで胃が痛くなってきた。明日もちょっと土曜日なんですけど、このまま、なんだろう、お仕事というか、まあそういうのがあるので、明日一日また愛媛で過ごして、
夜の飛行機で帰るというようなスケジュールです。ということで今日はもうお風呂に入ってゆっくり寝て、明日も朝起きて頑張ろうかなと思います、というような今週、1週間いかがでしたでしょうか。ちょっと本当に今週ね、夜の会食が多かったからちょっと大変だったのと、仕事がいろいろとちょっとハマっててやばいので、また処理していきたいなと思います。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。おやすみなさーい。